こんにちは、本気代表石原です。今日はですね、前回の続きということで物件的請求権応用じゃとか言っちゃってますけど、何でしたっけ。物件的請求権っていうのは、自分が物件がある、物件ってもいろいろ何とか権で10個ぐらいありますから、とりあえず所有権、なんか物を持ってる時に物を取られちゃった、取られてないけど邪魔されてる、あるいは邪魔されそうだっていう時に、俺は所有権があるんだから、そういうことをやめろとか返せとかっていう請求ができる。これが物件的請求権でした。で、前回その超入り口の次のページだけやったんです。誰に相手に言うんだというと、ね、当然邪魔してるやつに言うんだ。そうですね、要するに物を取ったやつ、あるいは邪魔してるやつ、あるいは邪魔しそうなやつ、当然言うんですけど、ちなみにその人間っていうのはね、別に不法行為ってまだやってないんですけど、まあ、損害賠償、悪いことをしたから損害賠償するっていう場面じゃなくて、ね、悪いじゃなくて、自分の物件がどうにかなっちゃってるから何とかしてくれってことを言いたいだけですから、そういう人に故意や過失はいらないというのをやったと思います。だからこそ前回の動画で石ころが台風で下に落ちてきちゃった事例って、あれ別に石ころのせいであって、ね、相手の人間のせいではありませんから、ね、別に相手の人間の故意や過失はなかったとしても、とにかく邪魔してるやつに対して言う請求なんだということです。で、今日はその中で、ね、邪魔してるやつってドイツみたいな話をちょっとやっていきたいと思います。まず1個目、はい、土地の上に邪魔な建物なんです。要するに皆さんの気持ちは、この土地の所有権、土地の所有権を持っているのが皆さんのことです。皆さんは土地の所有権という物件を持っているにもかかわらず、なんかやべえ建物があるという状況です。はい、この時にですね、土地の上の建物に実際に住んでるのはこいつです。今途中にテレビ見えますけど、こいつ建物がいると思ってください。要するに実際に邪魔してるのは、邪魔だっていうやつが毎日この建物で生活して、皆さんの土地を使いづらくしています。はい、じゃあ当然邪魔だ言うのかなっていうと、面倒くさいことがありまして、建物は名義上は邪魔だの名義になってます。なるほど。ということで、実態として邪魔してるのは邪魔だだけれども、でもその何が邪魔なの、皆さんにとって建物があって中に変なやつが住んでるから、じゃあこの建物誰のものというと、名義上は山田だったんです。じゃあ誰に言うのかというと、はい、物件的請求権というのは、ね、自分がせっかく所有権などの物件を持っているのに、それを邪魔されている子だったんですね。名義を持たれている子だったというより邪魔している子なんですね。ということは邪魔しているやつでしょということで、邪魔だ、実際に住んでいる邪魔だ、この建物を実際に、名義はともかく実際に現実持っている使用している邪魔だ相手に言うということで、あくまで邪魔しているのは邪魔だですから、皆さんは邪魔だを被告として裁判を起こせるということになります。これはまあ、なるほど、メインの問題じゃねえかと。はい、じゃあもう一個紛らわしい、実際裁判例になっちゃった事例ですけど、はい、過去と今ということで、ちょっと時系列で話がずれますことですか。過去の時点ではここです。もともと邪魔だが建物を所有している、さっきと同じです。はい、ただし未登記で邪魔だの前にどうしましょう。邪魔だ先祖みたいな、じゃの前なんですか、邪魔だというね、邪魔だの前の人の名義になっています。はい、これが過去の状況です。当然この時点で、皆さんが最後こそ誰に言う、さっき覚えたね、名義人が邪魔だと関係ないね、実際に邪魔をしている邪魔だを訴えなきゃいけませんから、当然邪魔だを被告にします。いい、ところが状況が起きます。邪魔だ建物を玉田に譲ってしまいました。建物の所有権は玉田に行きました。しかし登記についてはじゃあどうなったんでしょうかというと、登記はここ2つ動きします。登記も当然玉田に行けばさ、当然、ね、建物を持っている玉田だし、名義も玉田だし、迷わず玉田になるんですけども、登記についてはですね、邪魔だからなぜか邪魔だに来た。邪魔だはもう建物に譲ってるから、今更登記の名義になる必要もない気がするんですが、なぜか、邪魔だはわざわざ建物を譲って、自分は持ち主で亡くなった後に持ち主であるかのような登記をしたと。そういうふうな状況です。はい、現状どうでしょうか。現実邪魔して住んでいるのは玉田です。だって建物をもらったのは玉田だから。しかし、登記簿上の名義には邪魔です。はい、誰が言うかというと、さっきの話からいくと、ね、名義の問題じゃなくて邪魔をしているやつだということで玉田だろうって話になりますよね。はい、それ自体は間違いないです。ただしここで裁判で言われたことは、玉田が基本だけど別に邪魔だを訴えても構わないよ、名義しかないよねって、うん、確かに名義しかないから、さっきの事例からいくと違うんですけど、名義しかないけど、かつての時点ではこいつ邪魔してますよね。かつては、ね、名義が逆になくて実際邪魔してたよね。はい、でかつて邪魔したやつがその後に名義を自分に持ってきて、
何こいつってなんか、未だになんか邪魔しようとしてるのみたいな感じになりますから、こいつに対しても言えるんだというのが裁判例になってます。ちょっとページめくってみましょう。ここは、微妙なところで、まず当然現在の建物の所有者玉田って一番右側の人に対しては相手を OK、を相手にして物件的請求権の裁判こそはもちろん OK です。なぜならば物件的請求権は邪魔されたり物を取られたから請求する権利なのか、実際に邪魔してる相手をするのはもちろん OK です。ただし裁判例が言ったのは邪魔だでもいいよ、邪魔だっていうのは現在だけ見ると登記の名義を持ってるだけの人、ただかつては実際に邪魔をしていたんです。はい、この時に、裁判例が言った理屈はこういう理屈でした、ね、不動産をゲットするのもあるいは失ってた時も登記をしとかないとさ、ね、第三者に対しては主張できなくなるんだって。これ裁判例何を言ったかというと、まだちょっと登記の詳しいシステム言ってないんですけど、ね、登記っていうのは、ね、例えば誰かから不動産を買った時に一番強く使われるんですけど、買った時に自分に登記の名義を移しとかないと俺が買い主だよってことを他の人に言えなくなっちゃうんですね。でそれを、判例は応用してましてね、まあ、普段はさっと不動産を取得したときに登記って必要なんだけど、ね、不動産を失ったんだってこれは邪魔だに対して言ってるんです。邪魔ださん、あなたはね、不動産の所有権を玉田に譲ったというけど自分に名義を残してるじゃないか、そうするともうもはや俺は持ってないよということを言えなくなっちゃうんだよというふうに判例を言ったんですね。さっきの一番最初の事例何が違うか、ちょっと2の丸1もう一回出してください。2の丸1というのがですね、あくまでや、名義の山田さんというのは別に、いいよね、そうそう、かつて邪魔をしてたわけじゃないです。単純に名義だけの人。いい。単純に名義だけの人。実際邪魔してるのは邪魔だだけなのね。ちょっとじゃあ次に行きましょう。それに対して、こっちの字で邪魔だの状況というのは、現実、ね、建物の所有者として邪魔をしたわけですね。で、その後に登記の名義も、自分のものにした、まあ、その時にはもうすでに玉田に譲ったかもしれないけど登記の名義を自分にした、ね、建物を譲ったというんだったら登記の名義であって玉田まで移し切るべきじゃない、今から自分のものに置いとくと、ね、俺建物の所有者じゃねえともう邪魔してないよということを第三者に言うことができなくなっちゃう、だから自分が、建物の土地のオーナーから物件的請求権もしょうがないんだよ邪魔だくんというふうな言い方を裁判例はしたんです。ただこれ実はですね、登記を深くやっていくと本当にこれって登記の問題なのかなって実は疑問になってくるんです、まあ、それはちょっと後々勉強した後にもし気づいたら本とかで戻ってほしいんですけど、ですから言い方としては、ね、裁判例は、ね、山田君は登記を見てん、つまり、元の山田でしたっけ、山田から自分に登記を移してその後に建物の登記を玉田まで移し切っていかないから、もはや俺所有者じゃないよということは言えないよっていうふうに判例は言ってますけれども、学者さんの説なんかは、登記の問題じゃないんだよな、これ実はと。あくまで新規則上、つまり自分が一回は邪魔しておいて、なぜかその後名義まで自分移して、何お前また邪魔してくんのって、不愉快なんだけど、そういうふうな態度をしてたら、それは請求もされますよというふうなことで解決すべきだって説も強いんですけど、一応裁判で言い方すれば、ね、邪魔ださんと、登記についても玉田に移しとかないとお前はもはや俺は邪魔しないということを言えなくなっちゃうということで君が訴えられるんだよというのが一応判例の処理にはなっています。いいですか。はい、でここまでが、相手は誰という話です。じゃあ次応用いきましょう。はい、応用でございますということで、今までは普通に物を取られたあるいは物を邪魔されて土地を邪魔されてみたいなもザ・物件的請求権というのをやったんですが、ここでは拡大といってですね、物件的請求権じゃないんだけどその発想をここでも使おうぜみたいな事例をまず2つやっていきます。1つは物件の反対の債権、債権というのは人に対してしか言えないです。例えば賃借権というのはなんぼ賃借権があると言っても貸してくれた大家さんや地主に対してしか言えない権利ですから債権です。ですからこんな債権というのは物件的請求権みたいな強い権利はないはず、ね、物件と違って債権というのはやりましたよね、相対的な権利だし妨害する排除する権利もないんだけど、ただその時に言ったのは債権の中でも賃借権だけは例外的に自分の賃貸借が邪魔されたら妨害排除することができる、要するに自分が借りているビルを邪魔してくるやつがいたらそいつを追い払うことができるということで、本来は物件にしか、根付かない権利なんですが、債権に過ぎない賃借権の場合も、ね、借りる行為を邪魔するやつがいたらば一定の条件のこと、これはまた債権の方の動画で勉強しましょう。
妨害排除することができるというふうに広がっているということだったんです。もう一つは、今はこの民法の範囲で物件じゃない債権にも広がれるということですが、もう一個は民法を飛び越えてしまいます。なんか日本を飛び越え海外にみたいな、なんかそのような言い方ですけど、知的財産という世界、例えば特許法という法律があるんですが、特許をせっかく持ってるね、このなんかお豆腐の作り方の特許でも取ったとしましょう。そうしたら特許を侵害するやつがいたと、要するにパクってるやつがいたときに、ね、当然損害賠償っていうのはできるんですけど、と同時にですね、そういう風な特許権侵害の製品作るのやめろ、特許権を人の特許権をパクるのやめろという、そういう差し止めることができる。これはまさにですね、民法の物件的請求権を応用して特許法に入ったというふうになってまして、要するに民法の物件的請求権というのは損害賠償を言うとかそういうことをやりたいんじゃなくて、とにかく悪いやつを追い払う、自分の物件、自分の権利をもう一度元に戻す、ちゃんと真っ当なものに戻す発想ですから、特許権を侵害されたとすれば、特許権を侵害する人を追い払うことによって、特許というのは自分だけが独占できる権利ですから、自分の独占に戻すと。この発想というのはまさに物件的請求権をこういう知的財産の世界にも、応用したんだと、ね、いうふうに言われてまして、まあ、これは一つ覚えていてください。要は特許権という物件ではない、物件、特許権というのはね、見えに見えない権利に対して言いますから物件じゃないんですけど、物件じゃないものに対しても同じように邪魔をされたらば取り戻す、追い払うということができるんだよというのが応用になります。よろしいでしょうか。で最後に、お金の話です。お金に対して物件的請求権というのはあるんでしょうか。具体的にはお金をね、ひったくりやからみたいなやつに取られた場合、万札を取られた場合、それそのお金を俺が所有権あるのにお前何取ってんだということで、物件的請求権を元に返せということができるんでしょうか。今多分 99% の人は当然でしょって思いましたよね、お金だって札ね、ペーパーというものを取られたんだから、でその所有権は当然被害者のこの人にあるんだ、熊猫さんにあるんだから、熊猫は当然、はい、僕はその札に対する所有権があるのか、何もこのやから取ってんだと当然言えるでしょと思ったと思うんですけど、実は言えないんです。まあ、学生によっては意見分かりますけど、裁判例通すとは否定してです。どういうことでしょう、行きましょう。って思う話だと思うんですけど、せっかくなのでと思ってください。はい、今言ったように盗っ人がいた時に、被害者の熊猫くんがいた場合に、当然皆さんはね、札束が盗っ人の手元にあったとしても熊猫くんとこに所有権がある、残っているというふうに思ってますよね、被害者なんだからね。だって今までやってる物件的請求権通話そうですよね。仮にかっぱられたとしても所有権があるんだから、それに基づいて返せなんだってわけですね。ところが金に関しては違うんです。はい、取られました、でん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 、所有権盗人なんです。って思いますよね。だとしたら刑事事件で窃盗って捕まわれねえじゃん、だって所有権、人の所有権取ってないことになっちゃうの。それそういうわけじゃないですね。事件の時点ではこう熊猫君所有してます、あと実は占有権という、ね、お札を持っていると占有しているという権利もあって、所有権や占有権を害したから当然刑事事件にはなるんですけど、そうやって民事の話で所有権がどこにあるのっていうと、取られたら最後まで所有権移動したんです。なんで相手が盗まれる。お金に関しては占有あるところに所有がある、要するに今持っているやつに所有権がある。どんなにおかしな話でも、どんなに不当な野郎でも、今手元で管理してるやつのところに所有がある。つまりね、お札に対する所有権がなくなっちゃった、お札に対する所有権がいなくなっちゃった。どういうことかというとですね、お金に関してはそのお札に対する所有権って価値なくねえかって法律は考えちゃってるんです。どういうことかというと、ね、お札に乗っかってるお金の一番使えることはめっちゃ大事ですけど、お札の紙自体に価値ないよねと。まあ、確かにお札って新札でもシワクチャでも価値が同じですよね。別に紙が美しいとか紙自体に価値があるわけじゃないですよね。まあ算定すれば和紙から取ったとか、静止パルプから取って 0.1 円とかつくんでしょうけど、実際の価値はほぼないと。そうするとね、要は熊猫君とね、君はあの金が戻んなくても、その1万円なら1万円分の価値が戻ればいいんだと。その札戻んなくてもいいよねと。つまりその札を例えばこの人がどっかで使っちゃっても、あれをどっかで破ったとしても、その札は戻らないかもしれないけど、1万円こいつから取り返せればいいだろうというふうに考えまして、盗っ人が占有する以上は所有権も盗っ人に帰属したら、熊猫君のあの札の所有権なくなっている。じゃあ俺何年も損害賠償できないんですか。それはできる、ね、被害者である熊猫君は札に対する物件、所有権がない以上は物件的な請求権として返すということはできない。しかし、ね、もちろん
悪いことをされたんだから不法行為だから1万円の賠償を求める、あるいは不当にこいつは得して不当にこいつは損してるから不当利得を返せという請求、よく CM で過払い金請求とかサラ金さんに不当な利息を返せってやってると思うんですけど、あれなんですけど、そういう理屈によって返してもらうことができる。だけどその取られた金そのものを返してもらうこられるわけじゃないです。当然もし裁判になってもこの人は手元にこの金を持ってたとしても別のところから1万円返せばいいんだって、この札を返す義務がない。なぜなら所有権は盗みちゃう。非常に意外で思い、あの意外でへえという斬新な話ですけど、やりたかったことは今日はね、これ事例いろんなところ出てくるんですけど、物件的請求権の立場から見たお金に関してはそれはないよ、捉えたら最後で所有権も移っちゃう、だから物件が残んないから物件的請求権が言えないよというのがポイントでした。はい、まあ応用もやりましたけど、とりあえずね、基本の相手は誰だからだって、まあそういうふうに物件的請求権が拡大する分、むしろここで縮小って言えなくなっちゃうから、それぞれを覚えておいてください。以上です。